で、まず角に針を落とします。で、針目は細かくしてください。で、この上に乗ってる生地がバイアスなので生地伸びないように注意しながら端まで縫って、ぐるっと一周縫います。出だしまで戻ってきたら少し最初のミシンに重ねます。で、返し縫いしなくてもいいです。返し縫いするとそこだけこう生地ゴロゴロしちゃうので、返し縫いしないで重ねて縫って OK です。これミシンかかったところですね。こんな感じ。この四角く縫ったミシンが最終的な玉縁のボタンホールの寸法になります。で、これを切っていきます。で、切るときはこのガイドの位置ね、このボタンホールの中心のこのガイドのミシン位置、これがちゃんとこの中心になってるかきちんと確認してくださいね。で、切るときはこの B の玉縁布を切るときはこの切った玉縁のそれぞれ両方の端、縫い代が玉縁幅のガイドになるので、これはきちんと真ん中に切り込みを入れてください。で、今回も縫い目を使います。縫い目は切り込みの入れ方はもう絵の時と一緒です。で、この角に向かって45度ぐらいに入ってくるようにの状態ですね。この端からだいたい5ミリから7ミリぐらい、大きい時は1センチぐらいあってもいいかな。で、切れるハサミでバッサリいきます。こんな感じですね。こんな感じで切れたら、今度はこれをひっくり返して、裏面にひっくり返して、そんでこの玉縁布をアイロンで整えていきます。このね、ひっくり返して切り込みを入れてひっくり返した時点でアイロンかけてなくてもこうなんとなく綺麗に四角形が出てれば大体切り込みは成功してると思うんです。ここがこうぐーっと丸くなってる時は切り込み足りない状態です。で、これをここの縫い代、これね、縫い代、これを割ります。で、これ割るときにこの玉縁布をこう自然に折って、ここも一緒にアイロンかけちゃった方が落ち着きがいいかなと。で、こう置いた状態で ぺったり置いた状態でアイロンかけるのって何気にね、いろんなところに影響が出ちゃうので、私がよくやるのはこう手の上に手に当て布を乗っけて、手の上にこのアイロンかける場所を乗っけちゃって、それでアイロンかける。できればこの縫い代のとこだけにアイロンかかってほしいんです。こんな感じね。Thank you.
状態でアイロンかける。ちょっと水を少し、こうやるとね、あの指先の感覚でピンポイントでここアイロンかかってるかどうかが分かるんで、こんな感じね。でこれを今から、表から綺麗な幅になるように玉縁を整えていきます。はい、では、しつけで仮留めしていきます。このそれぞれ玉縁をそれぞれこう口をこう割るように折り返して、で表から玉縁の幅を揃えながらしつけをかけていきます。際に落とし地付けですね。落とし地付けをかけます。でこの中にはさっき切った縫い代が入ってるので、結構あのこう幅の目安になるのでね、それを目安にしながら、この落とし地付けの時は玉結びしちゃうと玉結びがこの縫い目の中にグッと入り込んで外れにくくなるので、返し縫いの方がいいと思いますよ。しつけまでかけたら今度はここ縫っていきます。この玉縁布とこの折り返したところのこの縫い代、これを縫い留めていく。なのでこう表の状態からペロッとめくって、ペロッとめくって、厚地のコートなんかだとこの時点でもうここすごい厚みが出るので、そういう時はあのこっち側にこれと同じ半切れをこう重ねてやる、両方にこう重ねてやると比較的段差がつきにくくて縫いやすくなります。そこはいろいろ縫い方工夫してくださいね。でミシンかける時は先にかかってるミシンに重なるように縫っていきます。身ごろは接着芯だけすくうようにして、あと見返しの布をすくって、ボタンホールの周辺を軽くしつけで留めておきましょう。
それでは落としミシンをかけていきます。サンドペーパーのせると結構いい感じ。目はね、外れないように慎重に縫ってください。目がね、外れると目立つんだよね。これで落としミシンかかった状態で、この A の時と同じように切り込みを入れます。で、裏側に切り込みを入れていきます。表の玉縁布を切らないように注意してくださいね。で、これはですね、このミシン、この落としミシンが、この見返しを押さえるミシンになるので、で、縫い代は際まで切り落としてください。2ミリ手前側で切ってもいいです。どうしてもやっぱりほつれてくるんじゃないかとか気になるので、引け塗ります。ほつれ止めを軽く塗ってください。あんまりベロベロ塗らないようにね。本当に立ち端のほつれをこう止める目的なので、あんまりたくさん乗せちゃうとね、硬くなるので、少しずつ。表からかけた落としミシン、ここにあるでしょ、これ。これをまたぐように千鳥がけしていきます。ここぐるっと周囲、この千鳥がけの目的は、生地がこうぐっと引っ張られた時に、ここのミシンがベロッと抜けないようにするための補強なので、玉縁布を必ずすくいます。玉縁布をすくって、見返しをすくって、玉縁布をすくって、見返しをすくう。針目は細かく、できるだけ細かく。で、ぐるっと一周縫ってきたのがこれ。